よさこい祭りに初めての参加を決めた宿毛市のよさこいチーム浜町です。母体は宿毛市ですが、高知市や県外から参加している踊り子が多くいるため、練習は高知市を拠点に行っていて、踊り子は4歳から56歳までの総勢140人です。このチームの最大の特徴が、実は僕も初参加なんですけども、やろうかなって思った時に、参加費を無料にしてくれるっていう、すごい粋な計らいをしてくださって、それがすごく大きかったですね。このチーム参加費が0円ただなんです。昨今の値上げの波は鳴子や衣装制作といったよさこいにも影響している中、参加費をただにした極めて珍しいチームなんです。チームを運営するのが宿毛市の養殖業浜町、3代目の浜田光平社長、30歳です。どうしてタダにしたのか理由を聞いてみました。もうどうせやるやったら、踊ってもらうやったら無料にしよう、初めてやし無料にしようかなと思って。初参加のこのチームを選んでくれた踊り子への感謝として参加費をタダにしたということです。踊り子の参加費は3万円前後が一般的で、衣装や地方車の費用などに使われますが、浜町ではそのすべてを自費で賄うことにしました。この会社は1980年創業、宿毛湾でタイやブリの養殖をしています。新型コロナウイルスの影響で一時期は売り値が通常の3割まで激減していました。コロナが5類に移行し、徐々に売り上げは回復、地域の活気を取り戻そうと今回の参加を決めました。やっぱそのコロナで弱って、みんなこう暗くなっちゃう側をこう明るくしたい、地域を活性化させたいっていう気持ちでやりました。みんながこう明るく元気に、はい、なるような踊りを見せたいですね。チームの音楽は宿毛市のだるま夕日などを歌詞に入れて、宿毛の魅力を打ち出しています。だるま夕日の四季を、大人も子どもも初心者も経験者も混ざって踊るよさこいチーム。テーマは海、波をイメージした振り付けに注目です。楽しかった。楽しかった。何が楽しい？よさこい。出産とかもあって、コロナもあってずっと踊れなくて、で女の子が生まれたらもう一緒に踊りたいってずっと思ってて、で私は踊ってたんですけど、娘は初めてで、ちょっと心配かなと思ってますけど、音楽が鳴るとすぐ踊り出して楽しんでるので、本番も体力つけて一緒に踊れたらなって思います。皆さんとても一生懸命練習されてて、私も頑張らないとなって思います。皆さんが楽しい気持ちになってくれたり、自分も頑張ろうって思ってくださったり、やっぱり高知県いいなとか、よさこいやっぱりいいなって思っていただけるような踊りをしたいです。踊り子の一人、宿毛市出身の大名呂聡さんです。よさこい祭りへの参加は今回で9回目。地元宿毛市のチームで踊りたいとこのチームへの参加を決めました。どうせ出るんだったら、地元の会社のチームで出たいなと思って、で一緒に宿毛盛り上げたいなと思う気持ちがあって、参加させてもらいました。よさこいって言ったら、踊り子が楽しむだけじゃなくて、見に来てくれる観客の方も含めてですね、特にまだコロナの後でまだまだこう盛り上がりきってない部分はあると思うんですけど、一緒にこうチームのみんなでこう盛り上げていきたいなと思います。70回目の節目に参加した初めてのよさこい祭り、踊り見ることによって、地域が元気になって、みんなも
明るく元気になれたらいいなと思います。やっぱこう海をイメージした踊りなんで、こう衣装と一緒にこの 波のようなこの踊りを見せれたらなと思います。